バビロニアンの皆さん、こんにちは。預言者たちがやってきました。この動画では、偉大な預言者に入札する方法と、オークションの仕組みについてご説明します。まず、偉大な預言者は、1000しか存在しないという点を押さえておくことが重要です。上位1000件の入札まで、偉大な預言者を手に入れることができるのです。入札はブラインドオークション形式で行われるため、相手からのプレッシャーを受けずに自由に入札でき、あなたより下位の入札者を上回る金額を払うだけです。例えば、2件の入札があり、あなたは5イースで、相手が3イースの場合、あなたが落札することになり、3イースのみのお支払いをいただくことになります。さらに、ご希望の様々な金額で入札することができ、複数の預言者を落札することができます。オークションは署名で行われ、ウェスの承認が一度必要となります。週末までにウェスの残高が十分かご確認ください。それでは、入札方法を見てみましょう。まず、マイウォレットに接続してみましょう。メタマスクに接続します。ウェスの承認が終わりました。これで入札の準備が整いました。左側には入札できる最高位の預言者が表示されます。例えば、数字を 0.4 に変更すると、画像は最低位の預言者、アソロスに変わります。バブルの値と最低価格がご覧いただけます。あなたの入札に応じて預言者の画像は変化し、ご自身の入札がどの位置に分布しているのかご覧いただけます。入札額を増やすにつれ右の方へと移動し、入札対象となる預言者がさらに増えます。今私は 1.5 イースだけ入札しますが、私が入札できる最高位の預言者はこれになります。実際に入札してみましょう。入札には署名が必要になります。署名にはイースやガスは必要ありません。入札が完了すると、こちらの入札テーブルと預言者の分布で入札状況がご覧になれます。今日はここまでです。またお会いしましょう。